高橋さん、はい、前行われた東京オリンピックの準決勝のスペイン代表のアセンシオのあの1点覚えてますか？覚えてる。めちゃくちゃ日本にとっても多分スペインにとっても衝撃的な、うん、いやそうだったね。改めて見てみません？そうね、今、はい、補充しなければいけません。ロヤルサバル間を通してきたアセンシオ。いやすごいね、すごい。やられた、日本決められた。うますぎるね。延長戦だからね。そうっすよね、この時間にこれっていう人だからね。90分こう走った後ってわけですもんね。そうそうそう。これプロ目線で、うん、日本はあの1点止めることできたっすかね。結論というか理想論でなるけど、はいはい、止めることはできたと思う。おー、なるほど、うん、あれがどうすればよかったですか？あそこのシュートまで行く流れまで、はい、まあ、いろいろあるんだけど、はい、まあ、最後のセンターバックの選手が、まあ、もう一歩シュートコースをもう少し防げれば、はい、うん、もしかしたらシュートがね、シュートブロックできたかもしれないってところかな、うんうん、日本のトップのプレイヤーが延長戦でね、疲れもあった中で、はい、まあ、僕ができたかどうかはわからないけど、はい、でも日本のトップの選手がやっぱあのプレーだったで決められてしまったんで、うんうん、やっぱあれは仕方ないというか選手を褒めるしかないのかなっていうふうには思いますね。なるほど、うん、今ちょっと動画手元にあるのでそれ見ながら、うん、日本のここがこう止めれるポイントだったかもしれないっていうポイントと、うん、あとスペインがなぜここで決められたのかっていうポイント、うん、はい、ちょっとそれぞれ解説していってほしいなと思うんですけど、はい、お願いしていいですか？はい、日本の守備で守れたなっていうポイントが4つあって、うんうん、スペインがあれだけ点を決めれたポイントが、はい、3つあるので、はい、それぞれを解説していきます。はい、お願いします。はい、じゃあいきなりなんだけど、お、はい、このスタートの時点で、はい、サイドハーフになるのかな、はい、選手が相手のサイドバックの方に引きつられてて、はい、多分オジャルサバル選手が侵入してきたのに対して、はい、もうちょっとオジャルサバル選手の方にボール取りに行って、はいはい、自分のこっち側にいる選手にパスを出させたら、はい、ゴール前に侵入されなかったので、うん、最初のこの日本のサイドハーフの選手がもうちょっと中にいて外にまず出させるべきだったかなっていうポイントが一つ目。もうすぐ1秒だね。次1秒。この時にアセンシオ選手についてたサイドバックの日本の選手が侵入してきたオジャルサバル選手に出なきゃいけなくなってしまったので、アセンシオについてたんだけどドリブルで来られたんでマークをもうアセンシオから離れるというかもう行くしかなかったので出て、ここまで侵入されちゃったのでサイドバックがそっちに引きつられてアセンシオ選手をフリーにさせてしまったっていうところが2つ目の分岐点。3つ目、またここの同じシーンなんだけど、このオジャルサバル選手がドリブルで侵入してきて、多分ボランチの選手が一緒に並走してついていってたんだけど、はい、難しいんだけど、うん、サイドバックが引き出されちゃったので、はい、アセンシオ選手がフリーになってしまったから、うん、そこのアセンシオのパスコースとかをもう少しケアできれば、はい、アセンシオにパス通ることなかったので、なるほど、だから一緒に並走してきたボランチの選手がパスコースを切ることができたら、はい、もしかしたら防げてたかもしれないってところですかね。最後の、はい、4つ目は、はい、このセンターバックの選手がもう一歩選手がフリーになってしまったので、それを見てもう一歩寄せて、少し多分ボールが怖かってちょっとディフェンスもあるあるなんだけど、はい、ボール離れてるとビビっちゃうんだよね。怖くて。それも何ですか、変な話、プロでもやっぱり。でも寄せて近づいとけば、はい、そっか顔面に当たることってあんまりないから。あ、なるほど。近ければ、うん、その避けないんだけど、うん、遠くなってしまうと怖くて避けてしまう、うん。この時もやっぱ顔をちょっと外に向けちゃってるので。確かに。もう一歩ほんと数センチ数メートルの世界の話なんだけど、はい、ここを捨てることができてたら多分上半身がね、うん、逃げずに済んだと思うし、うん、シュートも多分センターバックの選手に当たってたんじゃないかなっていうところがありますね。この4つ目が最初におっしゃってた結論の、うん、センターバックがもう一歩だけ、あ、そうシュートコースにっていうところ、ね、うん、そう。で、中井さん、もちろんこの今見た2秒の以前の試合の内容とか、うん、延長戦やからその今までの90分の内容とかも全部あって、
ってのこの2秒間やと思うんですけど、うん、4つある中で 1,2,3 と止めれたかもしれない点はあるけれども、うん、この4つ目っていうのが結局一番最後の得点につながってるっていう、そうだね、ことですね、うん、でも結局これでアセンシオ選手がシュート外しました、はい、うん、別にセンターバックの選手に当たらなくても、はい、バック外に外れた、はい、だったら、まあ、言った 1,2,3,4、はい、全てが正解だから、うん、点取られてないからもう真逆、点取られたから不正解だっただけで、うん、あれでアセンシオ選手が外してくれてれば、うん、代表選手たちのポジショニング、うん、判断、うん、全て正解だから、うん、もう結局結果論で本当に全部がひっくり返るんで、うん、結果が全てってことですね。結果が全てですね。ありがとうございます、うん、じゃあちょっとスペインの方も3つでした、うん、スペイン3つ、はい、お願いしていいですか。はい、じゃあスペインの1つ目、はい、まず延長、はい、114分目だから延長後半9分かプレーなんだけど、はい、このオジャルサバル選手がこの延長戦でここまで進入してきて、オジャルサバル選手がまずすごい、はい、単純にここまで持ってこれちゃうんだ、体力が、ね、代表戦そのボランチの選手だって一緒についてきてるのに、うん、やっぱここまで運べちゃうんで、なるほど、まずここがすごい、はい、2つ目、はい、オジャルサバル選手がこの運んできて、アセンシオについてたサイドバックの選手が出てきた瞬間に、はい、一瞬空いたアセンシオ選手にパスを出す、うん、この判断、うーん、これがすごいなと。なるほど。おそらく本人は多分縦に突破しようとしてたと思うんだけど、うん、サイドバックが出た瞬間に判断変えたと思うんだよね、うん、はー、まあ、それかもしかしたら誘ってたかもしれない、2人でするように、あー、なるほど、アセンシオ選手をフリーにさせるように誘ってたかもしれない、うんうん、このワンプレーでこのアセンシオ選手が次にシュートに行けるところまで持っていけたので、はい、やっぱこのここまでの進入とこのパスの判断と、はい、これがまず素晴らしい、なるほど、2点目のところかな、はい、で3つ目、はい、このアセンシオ選手のシュート、はい、レアルの試合とか見てたけど、はい、このアセンシオのシュートこの形結構決めてるんで、はい、やっぱ自分の得意な形なんだろうね、あー、なるほど、うん、一瞬で自分の得意な形に持ってった、うん、このプレーがやっぱすごいなと、おポジショニングとね、はい、やっぱあそこにいれば、うん、あの持ち方して巻きシュート打てるっていう、うんうんうん、完全に自分の形を持ってるから、うん、スーパーだね、ワールドクラスだねなんかやっぱり決めたのは結局アセンシオ選手ですけど、うん、スペインのここがすごいの3つで言うと、うん、そのうち2つはオジャルサバルの活躍だったりするんですね、うん、そうだね、完全にもうここまで進入して、はい、であんだけ味方をフリーにさせて、はい、なおかつこのいいパス出して、うん、オジャルサバル選手がかなり効いてましたね、はい、アシストとして、アシストとして、なるほど、うん、ありがとうございます、はい、言ったらスペインもこれ点決めてるけど、はい、さっき言った通りもしこれで外してたら、はい、全ての判断が不正解だったっていうことになるから、うん、結局ゴールしてるんで、うん、オジャルサバル選手のドリブルからパス、うん、アセンシオ選手のシュートっていうのは決まってるから正解になっただけで、うんうん、はい、外してたらそこまでのドリブルとかも全部不正解になっちゃうから、はい、まあ、本当に結果で全て変わるっていう、それがプロの世界、それがプロの世界なのかなと、はい、オリンピックで延長をやって 0-1 で負けちゃいましたけど、はい、今度ワールドカップでやるんで、うん、そうです ね90分では 0-0 だったんで、はい、次はリベンジってことで引き分け以上、俺は勝つって予想しちゃったけど、オジャルサバルに注意だね、あちょっと楽しみです ね今年も楽しみだね、はい、日本代表の選手の皆さんには、はい、ぜひリベンジをしてほしいなと思います。そうですね、このチャンネルでもちょっと盛り上げていけたらいい、はい、頑張ってください。